デイリービルの山根です。本日は政治学者の岩田敦さんまで来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このスタジオにもほど近い靖国神社で非常にけしからん事件が起こりましてね、はい、これ本日の産経新聞ですと、東京都千代田区の靖国神社で石柱に落書きが見つかった器物損壊事件で落書きをした疑いのある中国籍の男が1日にも出国していたことが捜査関係者への取材で分かったと。で、男が落書きする様子は中国の交流サイト SNS に投稿されており、撮影した人物も含めて複数人が関わっているとみて警視庁公安部は器物損壊容疑で捜査しているということなんですけれども、はい、映像見ましたが、結構そのツイッター、X ですね、にもその転載されていて、そうなの見たんですけれども、はい、まず最初に男が、なんかインタビュー形式みたいなね、はい、ちょっと刈り上げたような男ですよ、はい、が、福島の処理水の話をしてるんですね、まず冒頭で。はいはいはい。で、そっから、で、そこでないわゆるタチションするような、仕草。で、実際ね、物が出てたどうかは分かんないですけど、仕草してから、うん、トイレットって、その石柱にね、前の書いたと。で、さらに、同神社の狛犬に中国語で書かれた張り紙があるのも発見されたと。で、ここには、うん、世界人民は団結しよう、ただしお前らは含まないという趣旨で、最初はトイレットって書いてるだけかと思ったら、うん、こういった関連で張り紙もあるの。これヘイトですよね。だって、ね、この人の中に日本人を入れるなっていうことでしょ。とんでもないこれ発言ですよ。で、これ、すでに出国したってことは、事実上ね、もう捉えるのは不可能。わざわざまたこの中で日本に再入国することはないと思うんで、はい、最近もうこれ多くないですか。出雲あったじゃないですか。出雲、はい。ヘリ搭載型の、事実上の空母ね。あれのあれでしょ、ドローン。ドローン、はい。それも中国版の SNS で拡散されて、はい、もうすでに男は中国に戻っていたっていうね。いたずらしたっていう。どうしようもないですけど、これどうすればいいですかね、こういうのって。いや、これね、本当にね、なんていうのかな、難しいですよ。だって、逃げちゃったら、追っかけていくことできないですから、だからやっぱりね、この良識とかね、常識によって、成り立ってるわけですよ。外交のね、観光客の。だけど、やっぱこれもうちょっとね、なんか対策しないと、もっとエスカレートしてくる可能性ありますね。でね、やっぱりこれネット社会の、病理ですよ、ある種。つまり、自分がね、過激なことやってるのを、だから迷惑系 YouTuber っていう、あれの、要するに中国の、なんていうのかな、反日分子のやってることですよね、これ。で、日本の場合、迷惑系 YouTuber、そのヘズマリュウとかね、ね、今回で言えば、翼の党関係者みたいな人たちって、やっぱ過激だから、YouTube でも、それなりにガバナンスがね、効いてるんで、もう、アカウントバンされたりとか、あるんですけれども、この場合、なんだろう、最初に福島の処理水の話とかね、ある種完成じゃないですけど、そのなんだろうな、中国政府お墨付きみたいなところもあるじゃないですか。なるほど。こういうケースはね、消されないですよね。消されないです、ね。ノーノーと、むしろよくやったって言っても、されてんじゃないですか。いや、だから危ないんですよ。だから国内でこれが活性されたら、また模倣犯が出るわけでしょ。うん、だからもう日本にね、これね、中国の人たちがね、来て、で、靖国神社に行ってたらね、何かね、ちょっとどういう趣旨で言ってるのかっていうのね、やっぱちょっとこれ、疑わしいですよね。で、これ、無理やりつなげるかもしれないですけど、この人はね、民間人でね、で、政府関係者、共産党関係者じゃないとは思うんですけども、はい、例えば今回も、台湾のね、頼清徳新総統を巡って、はいはい、この中国の大使、はい、とか大阪総領事がね、はい、本当にもうとんでもない発言あったじゃないですか。完全な内政干渉というか、ね、なんか火の中に、戦車でなんか引ずり込まれるとかなんかいうね、しかもそれ日本国民に向けたメッセージですよね。で、そこで隣に総理大臣、元総理大臣が座ってたんですよ。そうそうそう。福島某福島某と水穂さんがね、とあとあれでしょ、はい、鳩山さんでしょ、はい、ですけれども、ある種このあれ五高校でしたっけ、大使ですね。大使で、それで最初確か課長級課長レベルで抗議をしたっていう、外務省が。おかしいですよね。で、その後に、事務次官レベルでね、話したって話ですけど、っていうのがあったから、大阪総領事の接見っていうのがね、はいはい、そこさんの北上敬郎さんですよ、はい、大阪地域 の、はい、その台湾のね、就任式、はい、晩餐会に出席した議員に、はい、書簡を送るっていうね、はい、だからこれもある種通じるところで、一回それをもう、認めると処罰しとかないとね、ペルソナノングラードというやつですか、はいはいはい、じゃないと、もうますます、ね、増長しますし、完全にもう日本、民間からも、共産党政府からも、もう完全に舐められきってるわけですね。だからね、でも一つね、僕が思うのは、はい、これでね、私もね、山田さんもこれ怒ってると思うんだけれども、
この多分見ていらっしゃる方も怒ってると思うんだけど、うん、怒らない人結構いるんじゃないのかなと思うんですよ、うん、だからそこがやっぱり一番問題なんですよね。そこが何でしょう、まあ、こういう、なんだろう、寺社仏閣に、うん、なんかこうなんかかけるみたいな、あったあった迷惑行為あるじゃないですか、外国人による。興福寺、うん、奈良の興福寺ってありますでしょ、ええ、あそこね、私がお参りして翌日にそのニュース流れてね、なんか俺が取りたいじゃないかと思ってねびっくりしましたけどね、まあ、そういうケースありますけど、うん、まあ、もちろんね、その興福寺も問題ないんですけど、ある種まあ靖国神社っていうのは特別の意味があるじゃないですか、うん、まあ、そういうことですね、まあ、だからこそね、象徴的な意味があるからこそこういうやるんでしょうけど、うん、そうですね、そのあたりおそらくね、分かってる人、うん、国会議員でも少ないと思いますよ。だからそこが問題なんですよ、うん、だからね、これにね、激しい憤りをね、だってもし逆のことやられたらね、そういうものは怒りますよ、だからもうとんでもないと激高するわけでしょ、うん、だから日本人、まあ、穏やかだからっていうのもあるんだけど、何も考えてないっていう人の方が多分多いと思うんですよね、そんなのあったんだぐらいの感覚でね、うん、でもっと怒れよというふうに私は思いますけどね、それ事実、今閣僚で、岸田政権のね、岸田内閣の閣僚の中で、うん、靖国参拝してるのって、まあ、高市早苗さん、そうですね、ぐらいですかね、そんなものです、そうですね、だから高市さんしか分かってないんじゃないですか、これ高市さん怒るでしょうね、これね、高市さんはもちろん怒ると思いますけども、もう岸田総理なんて何も考えてないんじゃないですか、うん、あ、そうですかみたいなね、日中友好とかね、で我々がそれこそ中国行って、うん、こういったね、やったらでしょ、同じことを例えば、そう、戦没者の墓地的なところでね、同じことやったらもう死刑でしょ、そう、とっ捕まるでしょうねで、あの、何年も出してくれないとかね、はいはい、うん、北朝鮮なんてもっとすごいですよ、あの、アメリカ人のね、人が、行って、そこにポスターがあると、金正恩かな、金正恩にしちゃったかな、ええ、のポスターがあって、うん、それをお土産にもらっておこうと、うん、これ死刑ですよ、うん、だからね、まあ、私はね、日本北朝鮮になれというふうに言うつもりは全くないけれどもね、やっぱりこの国家を象徴するものをね、こう愚弄するというのはね、やっぱりこれね、許されないと、だけど日本はね、あの、名古屋のトリエンナーレと愛知トリエンナーレか、と自分たちでやってるでしょ、うん、これも情けない限りですよね、うん、あんなのだって芸術作品じゃないですよ、はっきり言って、うん、私実際見ましたけどね。他に中国の SNS で言えば、またこう川田龍翔が降臨してしまいますがあの川田さんがよく言ってるやつで、あのいわゆる中国のインフルエンサーが、はいはい、あの今ね、日本に7発の核ミサイルを打ち込んだら、はいはい、日本という国家を消滅するだろうみたいなのを煽って、うん、で実際そういう何、原爆とかそういう核、まあ、爆発みたいなものの映像を差し込みながら、でそれがもう何万回再生もされていて、中国バズってるわけです。で、中国っていうのはもちろんね、言論の自由、表現の自由がないですから、これを意図的に放置してるわけですね。だから認められてるってことですよ。認められてる感じに、黙認されてる、うん。そういうことですよ。だからね、まあ、だからね、日本は言論自由があって、いい国なんですけれどもね、だからそのね、自由をね、こう外国人が悪用するっていうね、うん、これはやっぱりね、なんとかしないか問題ですよ。だからこれね、靖国神社だけじゃなくてね、次は例えば明治神宮だとか、うん、いろんなところありうるわけですよね。でもそれ全部のところに例えば警備員を置いたりだとかね、なんやかできるわけないんですよ、うん、だからそうするとね、やっぱりね、これ国民がね、こう見てるしかないですよね、うん、だからこれいつやったんですか、夜中ですか。5月31日の、うん、まず前日の午後9時55分から10時までの間に落書きだって、でその朝に通行人が発見したと。なるほどなるほど。で朝にじゃあ、散歩してる人とかなんかが見つけたんでしょうね。だからこの時間帯31日だったら、これ金曜の夜なんで、はい、誰か周りにいなかったのかなと思うんですけどね。いやでも靖国神社って閉門しますよね、まあ、そっか、6時にそこの本殿の方が、ね、そう、だからあっちの方は人ほとんどいないですよね、はい、うん、だからまあね、まあだから監視カメラ作るってのもね、それ大変ですしね、で監視カメラついてるからって言って止められるもんでもないですしね、うん、この人たちはこれをやるために来たんですかね。でも1日には出国したってことなんで、もうこれ上げるためにもう結構計画的にやってるんですよ。計画的ですね。もうその日中に出国しないと、もうバレる、捕まると、うん、で中国戻ってからそれをやると、もう本当とんでもないですよね、うん、もうこれ入国拒否とかできないんですかね。入国拒否、まあ、おそらくあの特定されてると思うんで、はい、ですね、まあ、この人はでしょ、ええ、うん、ただまあこの人たちとしてもね、もう日本には来ないでしょ、ね、まあ、来るつもりないでしょ、来たらまあ捕まっちゃうかもしれないね、うん、いやでも今後ね、こういうの模倣犯がね、どん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 増えるんじゃないかなっていうのが一番 の、うん、あの懸念ですね、ええ、何よりもあとはもう本当にもっとね、やっぱ日本人が怒るべきだというふうに思いますね、うん、だからこういうのをね、やっぱ放置しておくっていうのは結局ね、
何かをねこう放置しておくっていうのはどん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 エスカレートしてきますからね、ええ、だからもうあ何やっても許されるんだと、うん、こういうふうなところ危ないですよ本当に、ええ、やっぱりね本当にね今、まあ、ちょっと収まってきたけれどもこの円安のね効果があって外国人が大量に来てるでしょ、うん、日本にでインバウンドだとかね何やかんや言ってるけれども、うん、これねひどい話でねホテルとかもうねみんな外国人ですよ、日本人いないんですよだからもう本当に一体何なんだろうこの国っていうふうに気しますね、まあ、これはもう相当特殊なケースだと思いますけど、インバウンド円安のせいで安い日本目当てで来た人たち、うんっていうのはこれまでにはないというかねそれまでって日本好きで日本のアニメ漫画文化であるとか歴史が好きである種のリスペクトがいってあったんですよそれがもう今失われてとりあえず安いからって来てるやつらは本当こういうことしかえないしあとは富士山とか汚す人たち、はい言いましたね、そういう外国人ってその中国人に限らず、はい、本当なんか日本舐めてるんですよね舐めてるだからねやっぱりね本当にねもうちょっとねだからやっぱ外国人だけ値段変えるとかね、いろいろありますでしょ、あれどうにした方がいいと思いますね本当にね富士山とかね、今あってほぼタダで登るわけでしょあんなもう数万円取ってもいいですよ、ね、登りたい人は登りたいっていうか実は欧米では、欧州とかね、山登りで、まあそのなんだろう相当ね金取ってるわけですから、そうですよね、で実際登りたい人は数万円数十万円取ってもね富士山登りたいっていう人ねたくさんあると思ういますよねそれもう何だろうビジネスにしちゃっていいと思うんですけどもらっても登りませんけどね、私もあんまりお父さんとかダメだねダメですけどね、だからもう僕も本当にそう思うな、やっぱりだって整備するのにすごくお金かかるでしょあれ、ゴミをやったりだとか、だからそういうことを考えるとやっぱり料金は取った方がいいですよ、いったところで、不良外国人はね本当に本当に、ね、日本から国外追放と言いますがこれはね決してヘイトではなく違いますよだって外国人全般言ってるんじゃなくて不良外国人について言って、こんなことをね やるやつのことを批判したからね、ヘイトなんて言ってきたらね、それ話にならないですよだってじゃあ中国人がどんな横暴なことをしてもね、何も言っちゃいけないのかって話になりますからね、だからヘイトっていうのは間違っちゃいけないのはその人種、一つの人種なり民族なりっていうものを全部同じ一括りに全部同じだとだからこれがヘイトなんですよ、だから個別のものを批判するのはヘイトでも何でもないんですよ、だから中国語でこのポスター貼られていたと、はい、世界人民は団結しようただしお前らは含まないこれはヘイトですこれが典型的なヘイトであるとね、なところで蓮舫氏の二重国籍を指摘してそれを批判してもでも一時期はそれがねヘイトだとね言っていた人たちがいたんですけどね、あ本当に、あの当時すごかったですよ、これは排外主義の象徴みたいに蓮舫が批判されるのはこれはけしからんっていうのはね普通のメディアでも言われてましたよ、おかしな話ですね、だって二重国籍禁止なんですよ違法行為をしてる人にとって違法だって言ってるのは何がいけないのかよくわからない、といったところで、ともあれどうにかそれこそこの外交ルートから、こんなあれかしょぼい男ごときには動かないのかな、そのやっぱ岸田政権がね、その習近平政権にあっちにこの男とんでもないと日本 の尊厳を汚してるからこれどうにかしてくれませんか、これ上海在住らしいんですけど、できないか、まあまあ無理無理ですよね、昔なんかイタリアにね、行ったなんか女の子たちがなんか落書きかなんかしたらあったでしょ、日本人はちゃんと謝るんですよこういう時ね、だけど謝らないですよね、もうこれ意図的だから、もうこれはやっぱり断固して許さないっていうのをやっぱ僕ね世論だと思うんですよ結局は、だから世論がもう激高してたらね岸田内閣も動かざるを得ないと思うんですよ、だけどまあいいじゃんと、いうふうに思ってる人が多かったらねやっぱり動かないんですよ、そこに尽きてると思いますよ、高市早苗しかつくづくね、まあ、本当にね、自民党思いますね、まあ他にもいるんですけれども、だけどこの首相というポジションを狙えるね、立場にある人っていうのは本当にそうですね、よく高市早苗もやっぱね女性の政治家で靖国参拝してるのは高市早苗って言ったら、いや野田聖子もしてますよっていう、そうそうそう野田聖子もしてるんですよそれに関してはね野田聖子も認めてやろうじゃないかと、いったところで、はい、まあね本当にできればもうこの男がもうバカすぎてまた日本にねやってくるっていうのを願うしかないですねでもだからやっぱりこれ願うしかできないわけでしょ、そうそうそう、いやダメですよね、はい、ぜひこのアイアンヘッドと名乗ってるみたいなんで、アイアンヘッドなんか頭悪そうですよ ね, すねアイアンヘッド鋼鉄の頭悪そうなんで、ぜひ日本に再入国していただければと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。近藤さん、収録お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと唐突な質問なんですけれども、
よくこう無人島にあなた連れて行かれるんだったら、はい、なんか一つだけ持って行っていいですよ、はい、だったら何持って行きますかってあるじゃないですか、うん、ありますね。で、まあ、スマホとかね、あ、なんか火つけるためにマッチとかありますけど、近藤さんは、うん、私はじゃあ電動自転車。電動自転車、はい、その心は、その心は電動自転車のバッテリーがついているので、なんかバッテリーでスマホも充電できるし人呼べるかなみたいな、なんかすごいスマートな回答、はい、でしたが、はい、私に聞いてください。山根さんは無人島に連れて行かれるとしたら、はい、そしてその時に何か持っていけるならば、何を持っていきますか。私やっぱりもうサバイバルじゃないですか、サバイバル生活を送る上で、やっぱりねイカダとか作ったりとかね、こうなんだろう、こう魚とかを取ってきたり、調理したりとか、そうだ、この間鮭ね、美味しく召し上がってたから、まあね、刃物が必要だと思うんですよ。おで、ノコギリってあったらいいな。確かに、あ、ノコギリあったら何でもなんか切ったりできるからね、いいですね、みたいなことをね、ずっと考えてたんですけども、ついに、あ、これだっていうね、商品出会いました。一生に一度の出会いを果たしたんですね、はいはい、で、今回、はい、風と雪コラボで紹介させていただくのはこちらですね、じゃん、ユーチレス、ユーチレスハンディのこぎり。おお、山根さんがやっと出会えたのこぎりですね、これね、普通ののこぎりじゃないですよ、っていうのも、これ近藤さんもね、手に取って見ていただければ、これね、シュッと異様に、あ、待って、軽い、そう、軽いでしょう、最初の感想軽いなんですよ、はい、で、そしておしゃれ、おしゃれで、手が小さくて、ね、力が弱い方でも、私でも、はい、あ、手に馴染む、で、これ色別に、はい、この、ね、3種類分かれていて、この青いのがクラフト用、ダンボール切るときとか、そう、ダンボールとか、いいかも、多分おそらくね、クラフト用が一番、用途が使う機会が多いんじゃないかなと、で、このピンクがメタル用、はい、メタル、かっこいい、金属ってことですね、金属ですね、はい、で、この緑がウッド、はい、ウッド、まあ木ですね、木製品、はい、まあ、木の枝とかね、邪魔な木の枝とか、お庭がある人はいいかも、で、これカバー外すと 70g なんですよ、100g に届かない、めちゃくちゃ軽いすよ、軽い、え、本当に軽い、で、これ25cm、で、カバーつけても 26cm 収納できます、あ、本当だ、で、老若男女ね、特に女性、ああ、助かります、まあ、近藤さんも日本の母をね、自称されてますけれども、まあ、いろいろ家事とかで、まあ、その片付け、そうですね、掃除をするにあたって、もうこれ使わないなとか、まあ、段ボールとか、そう、あの娘たちがね、あの、推し活グッズをすぐ注文するんですよ、こんなちっちゃいのにこんな大きい段ボールできますでしょ、だからね、段ボールを捨てるときに、こう畳んで、まあ、持っていけばいいんですけど、かさむでしょ、たくさん量があると、そういうときにちょっとこう切ったりとかするのに、普段ハサミでやってるんですけど、もう痛くなっちゃうんですよね、手が、これいいですね、はい、で、これ風と雪といえば、これね、日本製、日本の企業、日本企業を応援するというコンセプトでね、全くその海外の粗悪品は使えませんよというコンセプトでね、非常にこのデイリービルと親和性が高いわけですけれども、こちらももちろんね、信頼の日本製です、はい、兵庫県の川辺精密工業株式会社と、で、これ料金がこれ1本税込み3520円、安いでしょ、安くて使い道もたくさんあって軽くて手も疲れないし、これってインスタにも載ってますよね、きっとね、そうですね、はい、紹介されてます、あ、ありました、いろんなね、切り方、こういうものを切れますよというのを紹介されてるんです、はい、これはこの木の枝みたいなですかね、枝ですね、この緑の方ですね、はい、で、まあ、古くなった絨毯も、まあ、結構大きかったりするのを、そっか、処分するときはちっちゃくするのに、今こう断捨離とかね流行ってる、あ、その時も大活躍するんじゃないでしょうか、そうですね、素敵、でもこう見てても本当にあのノコギリって、こう怖いイメージが、私普段子供のね、支援にいるので、こう物から得るイメージって結構大事なんですよ、ノコギリって怖いイメージがあるんですけど、これだとね、おしゃれで可愛いからお家に、あ、子供の手の届かないところにちゃんと収納して使うっていうの、とてもね、いいなって思います、あと、本当にいざとなったら、まあ、防犯用、本当ですね、なんかね、空き巣とかね、ありますよね、そういう時に戦えますね、戦えます、
日本のために戦えますね、あと全くこのノコギリ使う用途ない方でも、うん、確かにこれインテリアとして、うん、ね、ちょっと飾っておく、飾っておいたらお、なんだっていう、玄関に飾っておく、防犯対策で、いいかもしれない、ね、いいかもしれない、はい、はい、といったところで、はいはい、本日紹介したユーティレスハンディノコギリは動画の、ね、概要欄に購入リンクを貼っておきますので、ぜひお買い求めください、はい、皆さんもね DIY 防犯対策等々ね、はい、ご活用いただければと思います、はい、近藤さんありがとうございました、ありがとうございました。